こんにちは、ニーナです。今日は使い切りコスメをご紹介していきます。はい、こちらのロクシタンのシアーハンドクリームを使い切りました。シアーハンドクリームでいいんでしたっけ、シアーバターハンドクリームでしたっけ、ちょっと正式名称忘れちゃったんですけど、 SH ハンドクリームって書いてありますね。はい、こんな感じで使い切りました。 30ml のものを使い切りました。普通のサイズのものですね。はい、私はこのロクシタンのハンドクリームがすごく好きで、香りもこうきつすぎない香りで好きだし、あとその塗った時のベタつきとかもこれは割と少なめというか、こう馴染みがよくってベタベタしないので好きだし、あとこう塗った後にこう水を使って手が濡れてもヌルヌルしない感じとかもすごく好きで、本当にこれは何本もリピしてます。なんですけど、まあやっぱちょっとね、これ1本1000円ぐらいするじゃないですか。なのでハンドクリーム2000円っていうので、やっぱちょっとね、なかなかちょっと手を出しづらいなっていうふうに思っていて、今はニベアのね、ソフトクリームニベア の白いチューブタイプのものを使っています。そのニベアのやつも使用感的には全然ベタベタしなくて、まあ、保湿力もそこそこあるので、あとなんといっても値段がね、それは200円ぐらいで購入できてしまうので、ロクシタンのね、このハンドクリームを使ってるとこう気分もね、なんか上がるんですよね。まあ、なんか女子っぽいとか、なんか私ちょっとこのちゃんとハンドケアに力入れてるぞみたいな、なんかちょっとそういう自分で自分を褒めてあげたくなる感じがして、すごく好きではあるんですけど、まあ経済的に見てコスパ的に考えて、ニベアでは問題ないな、コスパ的に考えるとニベアの方がまあお得なので、今はちょっとそっちを使っているような状況なので、もうしばらくは、このロクシタンはリピートしないかなっていう感じです。はい、こちらの無印良品の敏感肌用薬用美白美容液を使い切りました。とこちらはですね、すごくシミ予防にお手頃な価格で効果がある美容液として結構話題になっていたので購入して使っていたんですけれども、まあ、使い心地としては結構ミルクタイプというかローションタイプの美容液なので、すごく肌に馴染むしベタベタもしないので使いやすかったんですけど、実感としてこうシミが消えたとか肌が白くなったとかっていうのは全然わからないですでもね、まだ1本しか使い切ってなくて、今2本目を開けたところなので、まあ、こういうのってね、気長に使っていくことで実感できたり、あとはその今あるシミを消すとかではなくて、こう潜在的にある中にあるようなシミをこう消してくれたり薄くしてくれたりっていうような、ちょっと見えないところに効果があるっていうことも聞くので、まあね、ちょっと年齢的にも結構美白になりたいので、何かこう美白のケアをしていきたいなと思っているので、まあ、お高いものとかちょっとデパートコスメとかを試していくよりかは、無印でお手頃に入るこちらの美容液を、まあ、ずっと使い続けて、何年後か何十年後かに効果あったんだなって実感できたらいいなっていう、ちょっとね、そういう軽い気持ちじゃないですけど、気楽な気持ちでこちらは使い続けていこうかなっていうふうに思っています。はい、そしてこちらのミノンのアミノモイストミルク、ミノンのアミノモイストモイストチャージミルクの 100g を使い切りました。こちらは乳液なんですけれども、全然こうとろみとかちょっと水っぽいとかシャバシャバした感じはなくって、とクリームみたいな感じの、ローションになっていました。なのでこう最後の保湿の化粧水とかをつけた後の最後の蓋をする役割として私は使っていたんですけれども、こちらをつけることで保湿もできるし、そのベタベタした仕上がりにならないので、とてもね、使いやすかったです。自分の肌にもね、合ってるなっていうふうに思いました。で、まあドラッグストアとかで買えるんですけど、その中でもはちょっとお値段高めなので、まあでね、リピートしてもいいかなって思ってるんですけど、まあ、気になるものとかもまだあるので、そちらを使ってみて、あまり効果が得られないとか、ちょっと自分には合わないなと思ったら、またこちらに戻ろうかなっていうような感じです。なんかどうしてもこれがいいとか、どうしてもこれが気に入ったからずっとこれを続けたいっていうほどは気に入ったわけではないですね。ないので、はい、感じです。でもまた全然次もこれリピートしてもいいかなっていう気持ちが